ベティコ山系は、イベリア半島南東部にある山系。スペインの主要な山系の一つである。古代ローマ時代のこの地域の属州の名称である、ヒスパニア・バイティカに由来する。ベティコ山系は、イベリア半島南東部にある多数の山脈で構成されており、スペインのアンダルシア州、ムルシア州、カスティーリャラマンチャ州南部、バレンシア州の四自治州にまたがり、 南西から北東方向に長く伸びている。ベティコ山系の北側にはグアダルキビール側の流域があり、この流域によってシエラモレナ山脈やスペイン中央部の大地であるメセタとベティコ山系が隔てられている。ベティコ山系の北東端はイベリコ山系の南端と接続している。ベティコ山系に属する最も著名な山脈は シエラネバダ山脈であり、シエラネバダ山脈には、イベリア半島最高峰のムラセン山がある。ジブラルタルの岩もベティコ山系の一部であるとされている。ベティコ山系は、地質学的に、一般的には、ジブラルタルの子と呼ばれる巨大な、作り山体に属しており、ジブラルタルの子は、アルプスヒマラヤ作り山体の最西端である。 その形成に関する地球力学的メカニズムはあまり解明されていない。地質学的に、モロッコのリーフ山脈とバレアレス諸島、マリオルカ島のトラムントナ山脈は、ベティコ山系の延長である。ジブラルタルのこの地質領域は、東の宇治田から西のタンジールまで沿岸を伸び、その後ジブラルタル海峡を横断して、アンダルシア州西部のカディスから地中海岸のバレンシアに、 その後バレアレス海のバレアレス諸島に伸びている。ベティコ山系は地中海生殖性が優勢であり、寒木、多くの森、紅葉樹林、新葉樹林などが標高、土壌、地形によって形を変えながら生育している。ベティコ山系とアルボラン海を越えたモロッコのリーフ山脈は地中海沿岸にある銃のホットスポットの一つであり、生態学者には ベティックリーファン複合体と呼ばれている。ベティコ3系は、地中海植物の豊富な生育地であり、より湿度が高かった、数百年前の地中海盆地を覆っていた、古代の商用樹林からの多くの依存種を含んでいる。ベティコ3系は3つの福ジアズ地形に分けられる。シエラネーバダ山脈ベレッタ方にある、ヨーロッパ最南端のスキー場、ペニベティコ3系には、 シエラネバダ山脈などの山脈が含まれ、イベリア半島の最高峰である3478メートルのムラセン山がある。アンダルシア州におけるベティコ山系スブベティコ山系は、ベティコ山系の中央部を占めている。最高峰は、アラーナ山地にある標高2027メートルのベーニャデラクルスである。アルファルナテ付近のタホスデルサバールプレベティコ山系は、 ベティコ山系の北端に位置する福寺アズ地形である。最高峰は2382メートルのラサグラである。カソルラ山地と白い村、オルノス。ありがとうございます。